更新リーユ、今日はアップデート日本語、最近よく聞く言葉について紹介させていただきます。 IT の、エンジニア、プログラマーとかの、仕事が増えて、そちらの、まあ、見積もりですね、バオジャーの時に、この、キーワードとなるのが工数というものです。で、工数、これは中国語にもあるので皆さんご存知かと思います。それで今日は日本語で簡単にご説明させていただきます。工数というのは、まあ、こちらの通りです。まあ、見積もりですから、どれぐらい必要なのかということですね。まあ、お金とか時間、人です。で、今まではその工数の代わりにもっと具体的に、例えば収支管理、PDCA サイクル、進捗管理などいろいろ細かいことを考えていたと思います。それをまとめて、まあ、工数と言われることもあると思いますが、で、これは見積もりをする時の根拠となります。これぐらいの人数とこれぐらいの日にちの中では、こういうものになりますと、そのポイントですね、その一人一人の、スキル、能力ですね、能力、スキルと言いますね、スキルが違いますので、プログラマーでも、例えば Python が上手な人と PHP とか C 言語がちょっと苦手な人、プログラマーといってもいろいろいると思います。で、その違いがあります。まあ、そして他には作業のキャパですね、まあ、仕事の実際の量などですね、そういった変数、変数なども、まあ、考えながら、人月、人日、人時間というものを計算します。人月、おかしい読み方ですね、古い読み方です。新しい概念に古い読み方、まあ人月とは言いませんので注意してください。人月、人日、人時間と言います。はい。な、実際にこの人月というのは何でしょうか。はい。人月というのは一人の人が1ヶ月で、まあ、20日間、1日8時間働きます。これが人月です。人月は、まあ、1ヶ月にその一人の人が働くことができる量です。そして工数計算ということに進みますが、工数計算、例えば20人月の工数が必要で、そして4ヶ月で完成させないといけない場合、まあ、これは何人でその仕事をする必要があるのかというと、これは20人月割る4ヶ月の4で5人必要ということになります。ただポイントとして最後にですね、スケジュールバッファー、いろんな問題が後で出る可能性があります。こんなに綺麗に計算しても後で何か問題が出た時の問題を解決する時間を余分に準備しておく必要がある。それをスケジュールバッファーと言います。まあ、想定外のトラブルというのは仕事ではつきものだということから、バッファ管理と、これはかなり何年も前から言われている言葉だと思います。ではちょっと最初の方の、もう一度1枚目に戻ります。PDC サイクルとありますね。収支管理の下に PDC サイクルと書いてあります。が、この PDC サイクルは、まあ、皆さんご存知でしょうか。 P はプラン、まあ、計画で、 D は Do、 C はチェック、確認ですね。そして A は Act、 実行するという意味のことで、製造業の中では確認をしながら、進捗のチェックをしながら、まあ、仕事を進めていくというやり方で、今でも有名な製造業の会社でも使われている、やり方、まあ、概念だと思います。本日は工数ということについて説明させていただきました。
IT の仕事が増え、そうですね、その IT の仕事に対して見えにくいので、どれぐらいの人が必要で、細かく計算をしていく時に、この工数を使って見積もりを出すというのが大変重要な仕事になっているということです。そして皆さんにご紹介させていただきました。皆さんぜひ一緒にこれからもアップデート、更新、リリュー頑張りましょう。お疲れ様でした。